靖国神社の石柱に中国籍の男がスプレーで落書きしたとされる事件で中国外務省は会見で自国民に対し現地の法令を遵守し理性的な意思表示をするよう求めました東京千代田区の靖国神社で1日朝石柱に赤いスプレーで落書きされているのが見つかりました。警視庁公安部は、 事件に関わったのは中国籍の男ですでに帰国したと明らかにしました中国外務省は昨日の会見で違法行為を念頭に海外にいる中国国民に対して現地の法令を遵守し理性的に訴えるよう求めましたまた同時に靖国神社については日本軍国主義が外国に侵略戦争を仕掛けた象徴だと批判しました